さあ今夜もトレーラー飯ですね。食材の買い出しは完了。グランマート高柳サンキュー、すごい安かった。出口から失礼します。いいお風呂だった、いいお風呂だった、いいお風呂だった。やばい、超絶おすすめ水沢温泉ですね。露天風呂。このツアー、この冬のトリップ、ようやくね、露天風呂に入りました。どこのお風呂も意外と冬の間って露天風呂クローズしてたりするんですね。東北の方だと雪が深すぎて。でもね、ここのお風呂最高だったね、小鳥さん。うん、やったぜ。スーパーウルトラおすすめです。水沢温泉露天風呂。あー、あったまった。この水沢温泉郷ですね、すごくいいお風呂だったので、ぜひね、田沢湖来た時はスキーの跡とかに入ってみてください。さて、今夜の車中泊ポイントに到着しました。というわけで、正月はね、だいたい飲食店がお休みなので、今日も車中飯をやりたいと思います。はい、シューシュー、いっぱい買ってきたぜ。今日もパリだい、パリナイ、唐揚げ。さあ、1月2日ようやく夜ご飯タイムやってまいりました。今夜も鍋、これ、あ、秋田といえば、はい、何ですか。はい、はい、秋田といえば、はい、ブブー、はい、小鳥さん、え、秋田鬼、違う、ヒントこれ、ヒントこれ、これ、はい、これ、これ、はい、小鳥さん、あの、なんか、丸いやつ、そう、ちくわみたいなやつ、はい、母ちゃん、答えは、きりたんぽ鍋でーす。イエー、それでは、今夜も、車中鍋やりましょう。今日も最高の一日だったぜ、乾杯、乾杯。うん、おいしい、最高。てってれー、きりたんぽ鍋、きりたんぽ鍋、母ちゃんよく作ってくれました。ヘイヒューヒュー。鍋できました、食べましょうよ皆さん。はい、いかがですか小鳥さん、上から失礼します。なんかね、ハッシュドポテトの中に、あ、本当。ああ、きりたんぽが。きりたんぽがね。面白い、まあまあ、面白い表現。確かにハッシュドポテトの中みたい。はい、じゃあグルメレポーター葵さん、あなたの感想をお願いします。野田美くん。あ、そうですね。固まった餅。あれ、ちょっと大きめの米が丸まった粒。確かに食感的にはそんな感じだよね。あ、まあね。なるほどね。芳醇な香りと、きりたんぽが出してくれる出汁が、はい、よく混ぜやり、あー、なるほど、さすがグルメレポーター。さあ、母ちゃんのそのフリース姿、もう20年ぐらい同じの見てんだけど。そうだね、20年ぐらい着てる。20年着てるけど、ほんとヘタレなし、めっちゃ高い、うん、それがね、パタゴニア、パタゴニア、カナダで父ちゃんが買ってきてくれたお土産。いや、そうです。そうです。愛してる。23年後もね、未だ来続けてくれるというね、うん、忠誠心。忠誠心。どうして早速キリタンポ食べる。米なのこれ。うん、何、米だよ。だから秋田の名物はこれなの。うん。でもさ、うん、その中の一つってことは他にもあとあるってこと。もちろんもちろん、いっぱいある。確かに、いや、その通りだよ。あのキリタンポは秋田の特産品。俺たちって幸せ。ねえ、母ちゃん。ねえ、小鳥。ねえ、葵。俺たちって幸せだね。だね。贅沢はしてできないけど、特別な時間を送っている他の家庭にはない。え、でもすごいこれ贅沢だと思ったの。そうだね。うん。あの、お金ではない贅沢。うん、
どうするんだろう、あそこを。崩すのかな。ああ、そこから崩すんだ。板を履いてそのまま滑っていける、今回。そこってコースだったっけ？そこももうコースだからリフトじゃない？あの直球な子。うん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 。おはようございます。妻、川内さん、緊急事態発生です。FF ヒーターがエラーを出して止まってしまいました。なので、急遽車を暖を取っていきたいと思います。てってれー、あ、いっぱい来てる。今日は田沢湖スキー場です。秋田県、積雪は多分10センチから15センチボトム、トップで20センチぐらいでしょうか。今日もパウダーゲットしていきたいと思います。ヒューヒューゴー。じゃーん、田沢湖スキー場。よし、まず最初はクワッド行くぞ、行くぞ。お願いします。あったかそうだ、お尻が。やほー、視点もいいね。いいね。うん。綺麗にかかってんの。行っちゃう？行っちゃう、一発。一発ね、パウダー。パウダーばっか滑ってっからさ、うん、ちょっとカービングやろうか、今日は。一発目。なんて贅沢なチョイス。すごいね。大きいスキー場。OK! 田沢湖スキー場、ラウンド1。イェーイ！田沢湖スキー場！エビバディレディ？じゃあこっから一気に行くぞ。カットバスパウダー、カモン。ウーホーホー、ウーホーホー、ウーホーホー、ウーホーホー。いいぞー、ファーストラック。スリー、止まらないで、ボトム行って。フラットだから止まらないで。よし、青いけ。Yeah! Yeah! Alright! Yeah! 小鳥さん。はい。なかなかいいパウダーですね、このスキー場。ですね。だいたい、まあ、深さは20センチ、15センチから20センチ、底付きしますので、ちょっとね、物足りないところではありますが、まあ、それでも、かなりのライトパウダー。気温はマイナス8度。十分冷えた。上質な、粉雪をご用意しております。いかがでしたでしょうか。私もそう思います。それでは2本目も楽しみたいと思います。引き続きよろしくどうぞ。2ラウンド目、パウダーコースします。ウーホー、いきなりパウダー、パウダーのパウダーに、ウーホー。パウダー薄いからあんまりスピード出さないように気をつけていこう。 OK、 こっから気圧節だから、母ちゃん先頭、2番目葵。調子はどうよ。うん、
我が家だけでコースが完璧です。いいよ、行きな行きな、レッツゴいやー、ちょっと視界がいいから自由に滑っていいよ。イエス、あのお兄ちゃんたち左に行ったんだよね。もしかしたらあるのかな。こっち。Hey. Yeah, man. Hey, ゴドリ。最高だったぜ。妻？はい。どうですか、田沢湖スキー場。いやー、楽しいね。楽しいね。大コースがある。うん。ちょっと過去にないタイプのスキー場だね。そうだね。うん。ボトムの方行くと湖一望できるし、湖に向かってダウンヒルって感じだね。うん。まあ、きっと晴れてくれると信じて、今日も一日。うん。パウダー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 。レストハウス。ちょっと早めのランチタイムですね。葵さんなんですか、これは。ピリ辛焼きそば。横手焼きそば。そして俺も、横手焼きそば、ホルモン。もうコース内だけで、ももパンパンぐらいいっぱい滑りました。そして、すっごい極上パウダー。ここやばいです。聞こえますか？聞こえた？さあ、2ラウンド目行ってみましょうか。やる気も満タン。2ラウンド目行くぞ。タタラタタタタタラレレ。僕らは。僕らは。おい、小鳥、ノリが悪いじゃねえか、小鳥。おい、歌えよ。気合入れて滑るぞ、みんな。イエーイ。パウダーありがとうございました。よし、ゴーゴー。また張り切っていきますよ。いいですか？えい。ちょっとタイトだな。あ、行けるか。よし、行ってみよう。ゆっくりね、ゆっくり。ここまでおいで。ここが広い。危ない。こっち来ちゃダメだ。釣り開けてるな。ここ行こうか。
やったー、フレッシュパウダー、ふっふっ。オッケー、オッケー、森の冒険。あ、いいね。ウーフー、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 イエイエイエイ。いいぞ小鳥、はい、いいラインいいライン。ほっ、よし、そこで、そこからコースに戻るよ。いいかい、一人ずつ来てね。こっからコース戻るから、一人ずつ。止まるとめんどくさいよ。ナイス、もう一回今のリフト行くよ。行きまーす。端っこの方ね、なるべく。はい、フレッシュ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 。どっち行ってもいいよ。右行っても左行っても好きな方行っていいよ。まだパウダーあるよ。最高のパウダーをありがとう。タザコスピード、また来るよ。よし、みんな、最高のスキーをした後は、はい、何ですか、おじさん、次は温泉。その通り、温泉行くぞ。ヒューヒュー、行こう。いや、母ちゃん、この東北トリップ、うん、さすがにさ、東北じゃ声かけられることないだろうと思ってたんだけどさ、この田沢湖スキー場で2人の人に声かけられたのね、うん、1人は YouTube を見てくれてる視聴者さん、うん、で埼玉の人だったので、もう1人はね、有名 YouTuber 虫くんチャンネルっていうね、チャンネルのね、 YouTuber さん、虫くん、うん、スキーセンターでね、ばったり偶然会ったの、うん、すごくない？すごいね。そんでね、虫くんに言われたんだけど、うん、いや、実は私の仲間たちから、うん、天然パーマ秋田に来てるよって情報は入ってたんですよ。え、何それ。まあほら、インスタとか見てくれてるからなのかもしれないし、うん、さっきの埼玉の人もそうだけど、スピード来たらこのトレーラーが止まったってすぐ分かりましたって言われて、そりゃそうだよなと、うん、さあ次は温泉だ。ヒューイゴDude, that father is 10 and permed!